こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、不法原因給付について解説いたします。不法原因給付っていうのは、例えば愛人契約を結んでお金を渡すだったりとか、殺人を依頼してお金を渡すとか、まあそういった内容なんですね。愛人契約を結んだりとか、また殺人を依頼する、まあ殺人についての委任契約を結ぶ。こういったものっていうのは、公序良俗に違反しますよね。まあ、いわゆる反社会的な内容だということです。反社会的な内容、それを原因として何かしら物を与えた、反社会的な契約をして何か、物だったりとかお金だったりを渡した。これが不法原因給付。不法な原因のために給付するといった内容なんですね。このように不法な原因のために何かしら物だったりお金を給付した、渡したものっていうのは、後でその渡したものを返還請求することはできませんよ。返してって言ってもそれは返ってきませんよっていう話です。まあこれは当然の話ですよね。悪いことをしたものを救済する必要性っていうのは低いだろうということで、愛人契約を結んでお金を渡した後でお金返してっていうのはこれはダメですよっていう話です。で、今言ったように不法っていうのはどういったものかというと、公序良俗に違反することを言います。まあ、公序良俗っていうのは、まあ、反社会的なことといったイメージで大丈夫です。で、給付。これがすごく重要なんですよ。どうなったら給付に当たるのかっていうところなんですけども、動産の場合は引き渡しをしたら給付に当たります。お金であればお金を渡したら、それは給付したことになります。で、未登記の不動産。例えば A さんが B さんに対して愛人になってくれたら建物を贈与しますよと言って愛人契約を結んで未登記、登記がされていない建物を引き渡したというのであれば、この場合はもう給付に当たります。で、一方でこの不動産がもうすでに登記されている不動産だった場合、この場合は引き渡しただけではまだ給付には当たらないんですね。登記をすること、つまり引き渡してかつ移転登記をすることによってこれは給付したということになります。つまり、すでに登記されている不動産を引き渡しただけでは給付したことにならないので、まだ移転登記をしていないというのであれば、ここには該当してこないんですね。給付していないから。なので、その場合は返還請求できますよっていう話です。で、ここで、物を給付した人を給付者、物だったり不動産をもらった方、これが受益者という言い方をします。で、今、不法な原因のために給付したものは、給付したものの返還請求できないって言ったんですけども、これ原則の話で例外があるんですね。例外っていうのは、不法な原因が受益者のみ、B さんのみにある場合は返還請求できるんですね。これ例えばどういった場合かっていうと、この B さんがもうすごく悪い人で、まあ、A さんは悪くない人だと仮定しましょう。で、まあ、この人はお金持っていると。資産持っている。B さん、この資産目的でハニートラップを仕掛けると。で、ハニートラップを仕掛けて、A さんに対して愛人契約を結んで、例えば不動産を贈与してくれなかったら、A さんの妻にバラしますよ。みたいな感じで脅したと。言った場合。まあ、この場合っていうのは、不法な原因が受益者のみにあるわけですよね。まあ、今回は A さんは、ま、全く悪くなかったと仮定します。こういった場合っていうのはもう不法原因っていうのが B さんのみ、受益者のみにあるので、こういった場合はこの建物を引き渡して、例えば登記まで済ましていたとしても、返還請求はできますよってことですね。悪いことをしていない A さんは保護されるべきだと、まあ、いう話です。で、もうちょっと話進めるとですね、まあ、ハニートラップだったらこれちょっと A さんも悪いんじゃないのと、引っかかる方も多少悪いんじゃないのっていう場合もあると思います。つまり、給付者の不法性もあるといった場合です。ただ、給付者の不法性がちっちゃくて、受益者の不法性が著しく大きい、そういった場合、この例外、ここに含めましょう。つまり、A さんは返還請求できるよ。っていうふうにしております。まあ、これが不法原因給付の話ですね。
まあ、原則と例外。まあ、これも例外に含めていただいて大丈夫です。原則と例外。また、給付っていうのはどういった場合に給付したことになるのか。基本的には引き渡しだけなんですけれども、すでに登記されている不動産、既登記の不動産については、登記をして初めて給付したことになるんだよっていうところですね。この点ポイントになってきますんで、この点しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。